ご視聴いただきありがとうございます。今回は岡山観光の続きをお送りします。倉敷美観地区巡りをアラフィフ3人で楽しんできたので、観光の参考になればと思います。どうぞ最後までご覧ください。岡山県倉敷市にある美観地区、倉敷ブランドが揃うおしゃれなショップや町屋を改装したカフェなどが軒を連ね、一年中たくさんの観光客でにぎわいを見せている有名な観光地です。柳並木や白壁の蔵屋敷、日本伝統の壁塗りの様式の一つ、ナマコ壁など、趣ある景観も楽しめます。伝統的な建物が作り出す街並みや、倉敷川沿いのレトロモダンな風景が世界中の人を魅了し続けています。倉敷デニムストリートを入っていくと、デニムソフトやデニムマンなるものがありました。この日は少し寒く、ソフトクリームを食べる勇気はなく、デニムマンも売り切れだったので、それが心残りです。どこから回っていいのか分からず、まず前髪橋から川沿いに400メートルほど歩きました。たくさんのショップが並んでいて、気になるところだけに入りました。半分以上のお店をスルーして歩いたのですが、1時間半ほどかかりました。美観地区は広いので、全てのお店に入りながら回ると1日楽しめると思います。また倉敷川では船流しも楽しみの一つ。時間は約20分で1人500円。船頭さんの観光ガイドを聞きながらの船からの景色、時間があればぜひおすすめです。人力車もありました。そうそう、美観地区周辺の駐車場はすっごく高くて、私たちは3時間ほど車を止めていたのですが、4000円超えの金額を取られてしまいました。時間帯によって金額が違うのですが、安い方の金額を見てしまっていて、確認不足に泣くに泣けないでした。安い駐車場はすぐ満車になるようですが、調べていかれるのが賢明かと思います。レストランや店先のコロッケなどもあります。珍しいものやワクワクするものもたくさんありました。M2 阿蘇では旬のスポットを夫婦で巡り、その様子を定期的に配信していますので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。こちらは花の道。珍しい蜂蜜がたくさん。なんと本物の蜂もいました。川沿いを倉敷中央通りまで来たので、ちょっと休憩でお茶でもと、次は川の向こう側に行くことにしました。人
つ道を入るとまた違った雰囲気。いろんなカフェが立ち並び、どこにしようかと行ったり来たり。なかなか決めきれないアラフィフ3人。そしてぜんざいにつられてここに決定。喫茶亀山。抹茶わらび餅とコーヒー750円。本来はアイスがついているのですが、コーヒーや紅茶に変更できます。ぜんざい650円。犬の箸置き。焼き餅が入っています。塩昆布とお茶もついています。あっという間にペロリと平らげてしまいました。外に出ると日が落ちかけていました。予定ではもう1時間ほどいる予定だったのですが、少し肌寒くなってきたので車に戻ることに。1時間早く切り上げて駐車代助かりました。通りにはお宿もあるので、宿泊して美観地区をゆっくりと巡るのもいいかもしれません。対象施設では宿泊者限定で昔ながらの提灯を貸し出してくれているそう。明かりが映える夜の倉敷美観地区の街歩きも素敵だと思います。また世界的な照明デザイナーの石井素子さんがプロデュースした倉敷美観地区夜間景観照明もおすすめみたい。みやびな感性で彩る特別な夜の演出が、町屋や白壁の建物、レトロな洋館をみやびに映し出し、日中とは異なる景色が楽しめるよう。倉敷インターチェンジから車で約20分、綾島インターチェンジからも約20分、 JR 倉敷駅から徒歩10分から15分。いかがでしたか？ぜひ岡山観光の参考にしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまた M2 遊びでお会いしましょう。